皆さんどうもこんにちは。こんにちは。ハルウェイガレージの山子です。ヨウちゃんです。今日はですねこちら、わ、何これ。富士壺マフラー買っちゃった。すげえ買った。富士壺よくない。いいね。今日はね ジムニー用。そう、このジムニーね。ジムニーマフラー変えていこうと思います。イエーイイエーイ。中身です。二分割になってて、リアピース、これ出口側がここのところで、うん、でリアピースとでこっちの方がセンターパイプ、フランジで連結で、この2本を今から交換していこうと思います。はい。じゃあバンパー外していきます。まずバンパーをようちゃんに外してもらいます。バンパー外します。いろんなとこ外さなあかんねんけど、ここランプが実は被るんで、ここ外すの。テールランプを外して、で、まああとこのバンパーについてるボルト外して、あとタイヤハウスのフラッカーからもちょっと止まってるところがここにあるんで、これね外してって、で、あとまあ後ろにバックランプの配線とかあるんで、それを外したらバンパーが外れます。じゃあ外す。ようちゃんに任せます。それはどうも皆さんこんにちは、阿部ちゃんです。途中参加の阿部ちゃんです。途中参加っていうのはカメラ回したけどね、ずっと外したから行ける。どう行く、これ全部緩めなのかな。あーどうも、なんかやろ、ここのプラス取ったら取れるんじゃないですか。ちょっと待って、プラスだよ。ここにカムラーついてんじゃん。ついてないの。もうそうないんや。おい、ここでもいけたやろ。あ、いけた、いけた。あ、ね、草の上置いといて。あ、草の上置いといて。バンパー外れました。で、ここのまずリアピースの分割部を緩めて外していこうと思います。で、このマフラーをつってるのゴムのところが3箇所あるんで、それも順次外していきます。で、もう一回かけて、こっちも楽いけそう、外れたのを適当に草むらに持っていく。超適当。来たー。さあ、いいよ。やっちゃん。マフラー外れました。で、上の奥の地べたにそのまま置いてるのが、こっちが純正ね。純正。やっぱり太鼓、このリアピースの太鼓が、大きいと思うんで、こっちの新しい富士壺の方が、こっちの富士壺はこんな感じ。おお、細い、スリムで、リアピースも純正やと細長い、なんか下に垂れたようなあれなんですけど、富士壺やとまっすぐ綺麗に出るんで。せやね、まあ、多分つけた後にもう一回映すんですけど、まっすぐ出て綺麗になると思います。見えるかもね、出口が。で、奥の方がセンターパイプなんですけど、普通のパイプまっすぐ出てるだけのやつなんですけど、富士壺の方にするとここの膨張室っていうのかな、これが出てくるんで、トルクが変わったりすると思います、じゃあ新しく富士壺の方に変えていこうと思います。ガスケットをはめて、
落ちると思うけど、落ちるって言ってる。落ちるな。マフラー入れ直前でいいと思う。OK、うん、マフラーがつきましたんで、こんな感じです。ピッカピカ、綺麗。ここのね、分割がなくなったんで、作業自体はここ閉めたりしなくていいんで楽です。で、あとはバンバンつけます。できました。作業終わりました。すごい、見た目めっちゃかっこよくなったやん。ほらね、出口がちゃんと出口見えるし、最初の純正やとこうなってたのが上に上がって、そうそう見えるし、めっちゃかっこいいやん。ではサウンドを聞いてみましょう。聞いてみましょう。今日はジムニーのマフラー交換ということでみんなでやってもらいました。すごいね、人数おるとすぐ終わるね。そうやね、1時間ぐらい、1時間ちょっと。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。あ、危ない危ない。外れた。外れてるかな。ちょっと待ってか。すごい。ネイタの代わりにすごい。さっきこれ使う言うてたよ。喜んで。これ使ってる言うてたの。喜んで。頭落ちで。顔。僕から撮ってほしい顔。すごい頑張ってる。ちょっと待って。顔撮ってほしい。これ撮れる？撮れるっちゃ。ちょっとむずいぞ。ソケット抜いたらええんちゃう？電球のソケット。いや、そんなもんじゃない。こんないけ。